Hey everyone! カネキンフィットネス、題名の通り登録者1万人を超えました。で、その割にはちょっとテンション低いですけどね。で、登録者1万人超えるとね、なんかあるのかなって思うかもしれないけど、特に何もありません。でもね、僕はこの登録者1万人は、日本のフィットネス界の一つの勝利だと、感じてます。っていうのは、僕は2年ほど前に本格的に筋トレを始めようって思って、日本の筋トレ界はどんな感じなのかなって YouTube を調べたんですよ。そしたらね、本当にいろんなデタラメの動画が上がってきて、ちょっとがっかりしたんですよ。っていうのは、その日本の筋トレ界の動画を検索する前は、海外のアメリカの YouTube チャンネルとか、いろんな筋トレチャンネルを見てたんですけど、日本人がどんなのを見てるのかなと思って、日本語でいろいろ筋トレって検索したら、ちょっとがっかりしたんですよ。まず日本では筋トレチャンネルが本当に少ないということに気がつきました。まず登録者が1万人以上のチャンネルは多分10個ぐらいしかないかな、そんな感じだと思います。で、そのトップ10のチャンネルでも全然そのなんていうの、目的がはっきりしてなくて、筋トレもやり方もなんかめちゃくちゃで、なんか言ってることも本当にデタラメが多かったです。もちろんその中に僕が好きなチャンネル、いいチャンネルもいくつかありました。で、僕のチャンネルもまだまだ成長している状態で、僕もたくさん学んでます。僕のチャンネルも全完璧だとは言ってません。僕も間違えたりはします。でも僕はね、このカネキンフィットネスチャンネルで、皆さんにね、なるべく、いろんな試しを通して、実際に効果が出る、そして楽しくできる筋トレを皆さんに紹介しているつもりです。で、もちろん日本は世界の中でも本当に健康的な、結構健康な国なんですけど、やっぱりね、筋肉、筋トレとかに対する考え方は本当にまだ縄文時代です。アメリカとかヨーロッパとか筋トレ関係 の、 展示会とか、たくさん1年通して何回も本当に大きいのがあるんですけど、でも日本でね、筋トレの展示会、本当に大きいので言えば12月にあるスポルテックぐらいしかないです。日本にはその東京の、国際展示会、綾系国際展示会とか、マカリメッセとか、主にそういう大きいのがあるんですけど、その東京の国際展示場でそのスポルテックが開かれるんだけど、そのいろんなホールがあって、その中の一番小さいホールの中で、その日本の一番大きい筋トレイベント、スポルテックっていうイベントが開かれてます。まだまだね、人々の筋トレの関心が本当に低いと思います。まだあんまりお金になってないということですよね。でもね、日本の筋トレ界が、それだけ小さいということは、まだ本当に、成長する余地がたくさんあるということです。だから本当にポジティブで考えれば、これから日本のフィットネス界はどんどん大きくなっていくと思います。日本で、マッチョな男性って考えるとね、よくテレビとかでね、なんかバカげたことやってるのは芸能人、マッチョ芸能人とか、そういう人を思い浮かぶかもしれないですけどね、本当に日本でね、マッチョといえばね、バカ者扱いされてるのが多いと思いますね。なんかパンツの姿でうわーって街を走ったり、そういうことをやらないと、筋肉アピールできないとね、思いがちかもしれないです。もちろんそうやって筋肉あって、そうやってそれをもし、楽しんで、バカなことして、みんな笑わせるのももちろんいいことなんですけど、それだけではないですよね。日本人もそうやって筋肉があっても、普通にただかっこいい、そういう雰囲気がもうちょっと日本で増えてくると本当に僕は嬉しいです。それが僕の一つの夢です。筋トレとそのポップカルチャーがもうちょっと一体感、もうちょっと一緒になることを、夢見てます。それほど遠くはないと思いますよね。最近日本でもね、そのフィジークという大会が流行り始めてますよね。それほどまだ流行ってないんですけど、これからどんどん活躍していくと思います。筋トレフィットネスが日本人の、日常生活の中にもうちょっとね、馴染み込んで、溶け込んでくることを願ってます。Alright、結構真面目な話が多かったですけど、結局皆さんに伝えたいのが、本当にありがとうございます。最初の方から登録して、今もまだ登録してる人たち、本当にありがとうございます。僕の動画を見てくれて本当にありがとうございます。で、最近登録した方たちも本当にThank you very much。 筋トレ動画だけじゃないんですけどね、ちょっと日常生活のくだらないこととかも撮っていってるんですけどね、我慢して見てくれて本当にありがとうございます。 Alright, my name is Shun. You've been watching キンキンデモ、行く前に